よう。はいどうも、それでは組み立てやっていきましょうね。前回、補強をかけてね、まあ、ちょっと直し、あのいろいろ修正もちょろちょろとはやったんですけど、まああんまりあの綺麗にはなってないかなということなんですけども、以前作ったこの辺のね、あのライトとかグリルとか、あとこれちょっと塗装したあのやつなんですけども、まあその辺をやっていくということでやっていきましょう。でまずはグリル、まあ組み立てですね今日は。グリルをね、これどうしようかな、点付けなんか愛が悪いというわけでもないけど、まあまあまあ大丈夫か、ね、こんな感じでくっつけていくんですけどね、とりあえず一応、まあ、流し込みはするんですけども、これもちょっと入れておきましょうかね。ここにね、ちょんとこの穴にちょんと入れて、穴があるんでね、これは表から裏から貼れないんで、これを一応まずこれを入れておいて、入れておいてで入んねえよ、さっき入ったね、入れた、入ったで入れておいて、で、あとは流し込みね入れていきましょう。さあだんだん組み立てが出てきましたよ、そろそろね。で組み立て出てきたのはいいんですけどね、ちょっと心配なことというか気になることがあって、まあメッキ部品が多いわけですよ。でこのメッキ部品をね、このあれに入れていくんですよ。あのこのボディもキャブのキャブのヘッドにもいろいろついていくんですよ。で前回お話ししたそのグリルじゃないわ、ロゴ、あのバンパー、あのヘッドロゴですね、あれは面で当たるんで、裏塗料剥がしましたけど、塗料っていうかメッキを剥がしてはいるんですけども、レバーじゃねえや、取っ手とかね、そんなんがもうやっぱりあれになってくるわけですね、つけなあかんのんですけども、塗装指示はされてるんですけれども、メッキなんですよ正直、全部メッキなんで、メッキのそのミラーのここの前話したここのミラーのあれもメッキだし、ここにレバーが取っ手がつくんですけど、こことか裏とかフロントとかにも取っ手がつくんですけども、それが全部メッキでね、それをどうやってつけようかなって今若干今悩んでるところですよね。でそれをどうつけようかって悩みながらもまだ決めきれてないっていう状況がね、はい、続いてるわけで、今どうしようかなと思って、でこれがついたね、今度はフロントのヘッドライトですね。ちょっとねその辺をね、どうつけようか、どうつくんだこれ、これどうついてんだ、ここか、塗装これは裏からいけるな、その辺をねどうしようかなってね、若干悩みどこなんですよね、これがね。
をつけていったらいいだろうとかと思って、あれだとね、よく使われるのがそのあれじゃないですか、デコプリとかはなんかよく使うじゃないですか。まあデコプリも使ってもいいんですけど、デコプリだとね、書くのに時間がかかるっていうのが若干あるんですよね。で、その間触れなくなっちゃうっていうのが問題でして、で、それをどうしようかなって今地味に考えて、そろそろGクリアさんの出番なんかなと思いながらね、つけてるは考えてるんですけどね、Gクリアさんにそろそろお願いしないといけないのかなと。ここはここにはまる場所があるな、はまる場所があるから、ここしっかり当てた状態でこっから流し込んでやると、で、この下も流し込んでやると。これは裏からつけれるからこの辺はありがたいですな。ね、こんな感じね。ちょっと隙間があるな、これ。ちょっとこの隙間あんまり気持ちよくないけど、まあしょうがないかね。こんな感じですね。で、まあついでにここも今接触している部分をこの中裏からこっから入れてやりましょう。はい、こんな感じですね。ね、ヘッドライトがつきました。で、この時点でワイパーをつけろとは書かれてるんですけれども、ワイパーはちょっとさすがにね、今すぐつけるのはどうかなと思うんで、その辺はちょっと後にしようかなと思ってます。で、ライトが先につけれるものをつけたいんで、ライトをね、これウインカーですね。ウインカーなんですけども、上半分黄色で下半分が、白っていう形なんですけども、まあ下地が黒なんで、相変わらず裏側にミラーを貼りまして、これはさすがにデコプリさんにお任せしようかなと思っておりまして、デコプリさんに、これだね、これだね、コプリさんにちょっとねお願いしてね、出てこね、横をずっと向けてたから、ここでこれはもう先にミラーのとこ貼っときました。で、一応あれがあるんで、当たりがあるんで、当たりのところにこうつければね、綺麗につくと。こんな感じですね。右左がないんで、よいしょ、こういう風に、ね、昔ながらのライトですな。これかこっちにつけた方がいいな。こっちの溝の方に入れた方がいいな。溝の方にちょっと入れてね。で、でも水だけだったらいいか、あんまりつき悪いか。こっちもちょっとつけとくか。こんな感じでちょっとちょちょんとつけて、ちょいちょいとつけて、で、持ちにくいからこれも使おう。これですね、ピンセッツで押し込む、押し付けたらここにちょうど当たりがあるんで、こんな感じですね。ね、これでちょうどいい。窓は後で拭きますよ。窓は後で拭きますけどもね。
で、これではもうデコプリは終了と。そういや、え、あ、ほんでこれ、あの日野のここ、この前レジを入れるっていうところですね。もうレジも入っちゃいます。やっぱりレジに入れた方が綺麗ですね。これを当たりがないからな、どこ狙っていくか、まあ、中心がわかるからね、ちょっとあれがわかるように、まっすぐなるようにして、もうちょい下か、どのくらいだ、わかんねえな、この辺か。まあ適当でいいのか、大体でいいんだな。これでもうね、直につけるからちょっと怖いよね、これ。ね、ここでピタッと流し込むって感じかな。これはもう塗装し、あの裏あれしてあるんでね。そういやね、あの全然関係、全然どうでもいい、何でもない、関係、全然関係ない話、こっからはね全然関係ない話でやってくるんですけど、3連休1月の頭にあったじゃないですか。まあこれ多分もうだいぶ先の話になるんですけど、3連休があってね、3連休、まあ成人の日ですよね。あの時に、あの時っていうのがちょうど1月の8、9、10だったかな、うん、で東海恵比寿っていうのがあるんですね。恵比寿さんっていうのがあるんですけども、まあ関西、大阪、関西の以外の人はあまりそんなに馴染みがないと思うんですけど、東海恵比寿っていうのはやっぱり恵比寿さんっていうのは商売繁盛の神様で、割と大阪では、まあまあ今宮恵比寿ってあれがある、ニュースで見たことありますかね、朝夜12時になったら、10日の夜12時になったら開門って言って、バンドア開け、門を開けた瞬間にダーッと、なんか鬼のように勢いよく走っていて、で1番服2番服って言って、あれは西宮恵比寿って、兵庫県の恵比寿さん、恵比寿さんなんですね。で10日か、今宮恵比寿っていうのは、恵比寿神社っていうのが、恵比寿神社っていうのが、おつゆが飛んでるがあるんですけども、そこが一番有名なんですけども、あそこね、まあ恵比寿神社だから当然神社じゃないですか。で、あ、でこんな、このかなりつけました。ちょっと斜め向いた、まあいいか、あまりわからんか、感覚の問題だね。うん、で恵比寿神社っていうのは当然神社ですから、普段玉砂利敷いてるんですよ。で玉砂利敷いてるんです。この前初めて知ったんですけど、あの玉砂利を恵比寿神、東海恵比寿の時って、まあ東海恵比寿、あの恵比寿1月の東海恵比寿って時は、あれどれだ、どこ行った、どこ行った、あ、こっちか、あれちょっと待ってね、部品がどっか行った、これでこれ。恵比寿神社っていうのが、東海恵比寿っていうのがものすごい、人、ものすごい人なんですよ、とにかく。恵比寿さんっていうのはね、ものすごい人で、ん、ちょっと待って、これ、ああなるほど、これをつけてからそこにこれを挟むってか、うん、っていうのがあるんですけども、神社は基本的に、ほら玉砂利敷いてるじゃないですか、神社自体に。でその玉砂利を東海恵比寿の時だけは全部撤去するんですって。
僕大阪でずっと住んでるけど初めて知って、恵比寿なんて行かないん、東海恵比寿なんて行かないんで、人多すぎて、ものすごい量、ものすごい人なんですよ。一回ね、会社の帰りに、あの会社の上司にちょっと覗いてみようよとかって言われて、なんか5、6人ぐらいで、なんか会社のお偉いさんがまあ行きたがって、その人東京から出て来てる人、出向で来てる人、出向っていうか、まあ、あのまあお偉いさんになったもんで単身赴任で来てる人で、東海恵比寿っていうのは行ったことがないって言っていて、行ってみたいって言っていう話になって、行ったことがあったんですね。でその東海恵比寿の恵比寿さん、あれなんかカラッて言った、うん、気のせい、あ、気のせいか。東海恵比寿見に行ったんですけど、ものすごい人で、ほっつけろっていうか、ほっつけろっていうか、どっかに狙いがあるわけでもないし、特に書いてないからわかんねえや。そっと付けでいいか。そう、これで東海恵比寿っていうの行ったことあるんですけど、ものすごい人でね、もうさすがに嫌になりましたね。なんか不親切だな、取説が。で、そう、東海恵比寿がまあその時に3連休の時あったんですけど、あの恵比寿さんってその今宮恵比寿でものすごい小、あのまあ言うたら商売繁盛、商売の神様なんで、まあ大阪人って言ったらやっぱり商売の神様じゃないですか、と神様があれじゃないですか。だからあのやっぱりささにあの福娘っていうのがいて、商売繁盛のささをつけてくれるんですね。あのささかおい、あのあれを、あの参拝したらささかって、それにあの服のなんか、まあまあ言ったら服笹って言うていうのがあって、そういうのいろいろつけてくれるんです、服娘っていう人が。でその時に商売繁盛で笹持ってこいって言うて、いうのがあるんですけど、これ恵比寿さんって そこがやっぱり一番有名なんですけど、恵比寿神社って結構いろんなところにあるんですよね。でまあ言うたらうちの近所ではないけど、うちの方にもあれ、これ入らんな、うちの近くにもまああるっちゃあるんですよ。ちょっとこれスローか、これちょっとすりましょう、入らんの、下が当たってんのか、無理やり入れ込んだのか、あーいやー怖いな、ちょっとスロー。で恵比寿さんっていうのがあって、そこの東海恵比寿にその やっぱり他の恵比寿神社もやっぱりやってるみたいなんですよ。でうちのすぐ近所じゃないんですけど、まあそこそこ離れたところにもう恵比寿神社っていうのがあるんですけど、聞こえてくるんですよね、窓ベランダにいたら、商売繁盛でさっさ持ってこいって言って。であの10日3連休って結構天気は良かったんで、あのあー入らんな、あの結構ね遠くの方でもね聞こえてくるんですよね。無理やりやな、これここ削ろうか、ここちょっと削ろう。でやっぱりね恵比寿さん、がやっぱりあの大阪なんで恵比寿さんっていうのは結構やっぱり商売のする人には大事なんでしょうね、まあ、みんな行くんですけど、やっぱり東海恵比寿ってやっぱり1月のその東海恵比寿っていうのは、
毎月東海ビスっていうのがあるんですけど、その福田さとかやるのはそれこそその1月の10日だけなんですね。入っていっていった。あ、ちょっとまだ硬いな。この辺ちょっと消しようか。で、それをね、結構遠くの方だったんだけど聞こえてんね。ライトここでも聞こえるなとかって言っていいのかな。まあかなり遠いから、すっごくかすかなんですよ。ただ天気が良かって空気が澄んでたから、ベランダにいてると聞こえてくるんですよね。商売繁盛でさっさ持ってこいって言って、聞こえるなーって思いながらね、まああれしてたんですけどね。うち、ベランダでないとタバコ吸えないんで、タバコ吸いながらそれを聞きながらね、商売繁盛でさっさ持ってこいって。ここのか、エビスさんって東海エビスって要は9日10日11日、これはもう日付決まってるんですね。で10日が本エビスで、9日ってのは宵エビスって言って、まあ前日なんです。で11日に残り福って言われるのがあって、これもエベスさん同じことをするんですよ。まあ結局3日間ずっとやるっていうことなんですけど、そのまあ9日10日11日ってずっとその商売繁盛でさっさ持ってこうやってベランダに出るたびに聞こえる。まあ11日月曜日やったから、火曜日だからあれだったのと、ちょっとね出かけちゃったんでいなかったんで、そこ聞こえてないんですけど、ちゃんと聞いてないんですけど、9日10日はものすごい天気良かったから、空気も澄んでたし、すんごい聞こえてくるんですよ。すっごい遠いはずなのに、地図でしたら、あれうちの近所ってそんな恵比寿神社なんてあったっけとかって言って言ったら、結構遠くなんですよね。結構遠くなんですけど、まあ遮るもんが今田舎ですから、大阪っちゅったって田舎ですから、まあもう遮るもんがあんまないんで、全部聞こえてくるんですね。まあ天気がいいのもどうかとあれだなと思いながら、これはどこまで貼ったらいいな、やっぱり端っこでいいか、中途半端なところには貼れんな。まあいいか、だって挟む感じで、まあ、ここに貼れっちゅうことだから、ここに貼っときゃいいんでしょう。で東海別がずと聞こえてたっていうね、そういう話でございますけどね。まあどうでもいいっちゃどうでもいい話だよね。やっぱでも大阪の人はやっぱり商売の神様っていうのはやっぱり大事にするんで、その辺はえらい斜め向いたな。こんなもんか。ここに合わせた方がいいんか。このタイヤのこのライン、だから商売の神様にはね、やっぱ平日でもと日付は変わんないんでやるんでね、昔働いてた会社って、東海恵比寿今宮恵比寿神社っていうの近くだったんです。近くでもないけど遠くでもないっていう状態で、でまあ駅でね、やっぱり福田さん電車乗ったらね、その福田さん持ってる人っていうのは結構いたんでね、ああ行ったんだなと思いながらね電車乗ってましたけどね。玉砂利を剥がすっていうのもすごい話でね、玉砂利を、なんで玉砂利を剥がすかって言って、玉砂利を剥がさないと、その玉砂利をすごい人だから、玉砂利を剥がすとかないと、それを持ってその
要は今宮恵比寿っていうのはまあ近くに難波っていうとこが、大阪の難波っていう、まあ難波道頓堀、要はグリコの、あれがあるところですよ。大阪で一番有名なグリコの看板があるところです。あれは難波とかなんですよね。でそこに、そこまで玉砂利が持って、その行った人の靴で玉砂利が持っていかれるって言うんですよ。えらいもんだなと思って。だからなんかその日だけは玉砂利を事前準備で、だから境内にあるその植木も避けるし、玉砂利も全部剥がすっていう感じでらしいんですよ。でそれ聞いてへえと思ってね。さあこんな感じで出来上がりました。もう一つまだつけるのかな。だから次残りはこれか、これが こうとこうだな。これがここについて、これが隠されるってことか。いうことか。それで隠されるんだな。ちゃんと止まるようになってるわ。これで隠されるってことか。で、ここについてるってことだな。ちゃんとできてますな。よう考えられてるわ。だから玉砂利まで剥がす、全部撤去するっていうのね。すごい話だな、ちゅうふうに。この前たまたまテレビでやってんの、大阪のローカル番組でそのやってたんですけどもね、それ知らなかったんで僕、まあまずエベスさんに行かないからそういうの知らなかったんですけど、玉砂利を剥がしますって、玉砂利剥がすのとか言ってて、ね、そういや一回行った時に玉砂利なかったなというのはなんとなく思いましたけどね。玉砂利なかったんですよ、その玉砂利らしきものがなかったから、ないなとは思ったけど、別に初めてだったし別に違和感もなかったんで、別に何とも思ってなかったんですけど、そのテレビでね、その玉砂利を剥がす、なぜ剥がすかって、剥がさないとその難波だなんだあっちの方まで全部電車で玉砂利が来るって持っていかれるっていう風な話を聞いてね、へーと思ってね、まあそういうことがあってね、まあちょっとそのエベスさんのその音が聞こえたっていうのと、もう大阪で東海恵比寿っていうのもあれですからね、有名な恒例行事ですからね、あんまり東京では、他の地域では聞かないんですけどね。僕も実家にいる時は東海恵比寿なんて、まあ東海恵比寿っていう言葉は知ってたけど、そんなにその商売繁盛がどうのこうのっていうのはあんまり聞いたことなかったんで、知らなかったんですけど、こっち来て東海恵比寿っていうのはまあ大阪人のまあ毎年の恒例の習慣っていう、お祭りっていう感じなんでしょうな。はい、という感じでこんな感じで出来上がりました。一応ここまで行って大体あとはもうちょっとしたら、あと細かいものつけたら、本体に合体にっていう形になってくるんですね。ということでここまで出来上がりました。なかなかまあ悪くはない、悪いのは塗装の状態だけだ まあそれはもうしょうがねえから、悪くないね。別に船型つけなくてもいいか、これだと全然普通だもんね。ね、ということで、ここまで出来上がりました。次はそろそろいよいよ、
この前まで四苦八苦してたボディですね、あれあまりにも四苦八苦しすぎて、あの触るの嫌だったんですよ、トラウマになってた、ね、若干ボディが、ボディちゃんシャーシがトラウマになった、ね、まあということで次はシャーシと合体っていう形になりそうですね。シャーシと合体して細かいものをつけていくっていう感じですね。はい、という感じでこのここまで出来上がりました。はい、まあ次回は組み立て本番ですね。ちゃんとくっつくのかっていうのが一番心配ですけどね。はい、とりあえずまあいい形になったんじゃないかと思います。ということで今日はこの辺にいたしましょう。ね、はい、どういう風に見したらいいかな、どうせこんな感じでやったところで多分あの作業中の方映画サムネになるんだろうなとは思うんですけど、はい、こんな感じになりましたということで、はい、ではちょっとこれはあの接着してちょっと時間があるんでね、ちょっと置きましょうということで今日はこの辺でまた次回お会いいたしましょう。さよなら。